どうもこんにちは。舞姫大学の特別講義の時間でございます。今回はですね、えー、成功する人の習慣ということで、あの動画の方を送っていただいたんですけども、私の場合はね、型を作れることなんじゃないかなと思うんですよ。成功する人の習慣ですよ。ですので、習慣ってのは、いつも同じことをやっているっていう風な解釈になりますんで、不規則だと習慣にはならないのかなと思うんですよ。で、私の場合はね、今の暮らし、 を構築してすごく思うのが食事を取る時間っていつも一緒なんですよで食事を取る時間がいつも一緒だと食事の準備をする時間片付ける時間も同じようになってきますよねえそうすると食事と食事の間ってのがだいたいこう決まってくるわけですよ、うん、例えば私の場合12時にランチを取って5時に夕食を取るんですけどもその間のね4時間ぐらいっていうのが えーまあ、何に使うかっていうふうな次の週間の時間になってきます、まあ、この2時間っていうのは4時間っていうのはね前半と後半に私の場合分かれるんですけどね前半2時間っていうのはあのまだ大和くんがねうち、えー、にいない状態の時そして3時から5時っていうのは大和くんがうちに帰ってきてからの時間っていうふうに分けるんですよね当然できることとやるべきことは変わっていきますんでここも固定化されてくるわけなんですよ。 で、午前中なんですけども、午前中もですね、え、だいたい8時半には山と君が行ってらっしゃいになりますんで、そこまでの時間とそこからの時間っていうふうに、午前中も分かれてきますよね。それから、あの、私、寝るのがね、8時とか9時なわけですけども、そうなってくると、えっと、まあ、5時に夕食をとって、8時か9時に寝るわけでしょう。そしたら、その間、食事の後に、私の場合だと、まあ、お風呂に入って、 でベッドルームで山口くんとしばらく遊んでっていう風になってきますんでここももう決まってるんですよ同じようにねじゃあ山とくんが寝ました私も寝ますで目覚めるのが深夜2時とか3時になってきますんで私の睡眠時間も毎日固定してるわけなんですよねでそこからこういう風なね動画を撮ったりとか、まあ、皆さんからいただいたメッセージに返信をしたりとかっていう時間に当たってで朝5時半までに終わらして5時半からは ライブ放送があるるわけでですすよよずっっと決まってるんですよねだから私の一日っていうのはもう習慣化してるわけですよずーっと同じです。でたまにねこの前の東,急し東京出張みたいにイレギュラーが起きますけどもイレギュラーが起きた時でも一刻も早く元通りの習慣に戻すっていう要するに型を作って型に戻るようにしてるわけですよね型をこう外れた時も。まあ、そういういいにしていくと まあ私が成功してるかどうかは分かりませんけどもその習慣を作ることっていうのがまあ成功の礎になるんではないかなと思いますよね。だこれをあのいつもねあの不規則であったりとか食事の時間がバラバラだったりとかそれからお風呂に入ったり入んなかったりとかねあの、まあ、まさに予定は未定のままでずっといっちゃうみたいな私もだから予定変更はあるけれども変更があるからといって予定を立てないってことはなくってちゃんと予定を立てて 自分の考えていた予定計画と実際に、えー、過ごしてみてねギャップがどのぐらいあるのかっていうことを自分の力量としてみたりとかねするわけですよね、うん、だから時間がないなと思ったら少しだけ自分の段取りやスピードを早めてみたりとかその場合は丁寧さをちょっと後回しにしたりとかねあとはもう割り切って予定を一つ抜いてしまうとかねそういったこともあると思いますまあでもあの習慣ができるとほとんどのことってのは計画通りに進むんですよね で計画通りに行くからあの空いた時間もできてくるんで空いた時間にプラスアルファなことをしていくってことで多分多くの人はね時間が見つからないから新しい挑戦ができないと思うんですよで時間を作ろうと思ったらあの習慣を作ることか,らかなと思います習慣を作るとその習慣の中であの空いた時間を作る習慣っていうのもねできるようになってくるんではないか,かと思うわけなんですよね私の場合そういうふうにやってるかなだから何て言うんですかね 日によってはねあの例えば食事の時間が思わずあのお弁当をねもらったりするわけですよそうするとものすごく時間短縮になるわけですよねで逆にですよお弁当を買いに行くとすごく時間ロスっちゃうんですよねだそういうのも分かりますねなんかねだから常にあの自炊ができる環境にいてで 外食する時っていうのはその外食をする当日の前の前の日ぐらいからだんだん食材を減らしていくようにしたりとかしますねでたまに、まあ、食事のことばかり話しますけどもあの冷蔵庫が片付かなくなってきたらあのチャーハンにしますねそうすることによって端材が全部使えるっていうところもありますんでそうやって結構あの冷蔵庫の中を全リセットしたりとかそれからあのお買い物に行ってガサッと入れたりとかねそういうのを繰り返してるかなと、うん、これも全部習慣ですね だから買い物に行く人行かない日っていうのも習慣でもう本当に決まっていて徐々に例えばトマトはプチトマトなんですけどプチトマトがどんどん減っていってなくなりそうだから他のも一緒に買いに行ってドンみたいな感じですかまあそういった成功する人の習慣と言いますかね習慣を作れる人が成功のまあ,あの足がかりをつかむんではなかろうかっていうような解釈ですかねはいじゃあ今回は以上です